突撃隣のドリフトステージ。突撃隣のドリフトステージ、今夜も最高っす。広島をホームグラウンドにしている谷口のぶてるです。今日は関東のとある峠に来ております。日本全国走り屋の走り方は様々だということで、今日はここの峠のですね、走り屋の走り方をですね、ちょっと見てみたいと思います。自分の性格と同様にわがままドリフトですっかり人気者となったアフターイレブン谷口。最近はグリップが基本の M1 レーサーに変身、チャンスとばかりにサーキットで F 取りかましてる。アフターイレブンともなればみんな全員集合。久しぶり。谷口くん、どこに、なんでここにいたよ。いや、ちょっとね、田中くんが来てないところにちょっといっぺん来てやろうと思ってね。ご覧ください、これが一応僕のハザードです。ラフ田中といえばアメリカンなボロチェイサーで有名。でも不法投棄者と勘違いされ持っていかれたらしく、今は不気味な光沢を発している86でドリフト。このドリフトの主はこいつらしい。ステージは全長約1キロ、タイトなコーナーが続くテクニカルコースだ。キャッツやゼブラなどで走りにくいが、そんなものはみんなパイロンの代わりでドリフト。全員が下ったらまた登り、登りはその逆という暗黙の了解で一方通行取りに徹している。芝生は青く見える。このコースもかなり盛り上がっている。さすが地元踊り、慣れててうまい。よっしゃ、アフター谷口一発かませ。あー、でも初めてのコースに戸惑い気味。うわー、みんな見事にキャッツを避ける。うまい。でも中には勘違いしている輩がいて、あっ、こうなってしまう。やっぱしドリステではドリフト2000年かな。全然なんともないんですか。あ、そこ、はい、よかったですね。あ、そうですね。前回でこう浅く、九州からドリフト出稼ぎの宮崎もこのドリステに通う一人。このコースは朝飯じゃなくて晩飯後の朝飯前だ。もうギャラリー行こうか。ですね、車と道にちょっと慣れてきて、僕のこの辺がちょっとプチッと切れてきました。いい感じですね。宮崎からの余計なアドバイスが効いてプライドが傷ついたのか、谷口全開ノリノリだ。楽しいですね。やっぱりあのギャラリーもいっぱいいるし、やっぱり山はこうでなくちゃいけないですよね。予定通り谷口の隣のドリスで完了。次はあなたのステージに突然お邪魔だな。オプション2ビデオ生つばごっくん大プレゼントコーナー。